ラジオペンギンと出版。皆さんこんにちは、西葛西出版の中村です。西葛西出版の足利です。はい、というわけでおじさん2人で、はい、ダービーを語るしみったれた番組が帰ってきました。はい、アイドルのアシスタントもなく、なく女子アナ雇いたいです来てくんないか、誰か高そうクリステルとか、 なんか今仕事してないんじゃないかいやだ、クリステルいてもちょっと気使うけど気使いますね、喋れなくなっちゃう。まあ、おじさん2人で気楽に行きましょう。はい、よろしくお願いします。で、今回は信州ダービー、5月15日の、はい、話なんですけど、はい、僕はワゴンアールを日本レンタカーに返して、はい、そこから篠ノ井線に乗って、うん、向かったわけですよ。はい、ユースタにね、うんうん、でそしたらなんか電車の中でなんか目合う人がいて、おう、あ、そういや俺なん変ななんか見とこれ俺荷物多かったからかなまずなんかすごい見られて、あ、見られてたんですね、目線を感じた。そう、でもなんかそういうことってあるじゃないですか、はいはいはい、なんか気にせず、はい、先に進んで、僕東京ニーズさんの試合見てたの。ああ、なるほど。あれでね、はい、ブラジルさん実況で、はい、で見てて、はい、でそしたら後でその人、多分その人だと思うんだけど、話しかけられて、はい、どうも中村さんって、とかってなんかそのよく分かったなと思ってですね、はいはい、そしたらたまたまツイッター見てて、はい、篠ノ井線乗ったとこっていうの見て、同じ電車かなと思ったら隣に殺人かなと思って見てたとか言って、それが松本の公文堂さんでイベントやった時に来てくれて、はいはい、そんなことってありますか。でじゃんけん大会で、はい、勝ってサイン本をもらった人らしいです。はい、ああ、先行販売の時書いてくださった、うんうん、あとは別の方、あ、先行販売の時だったっけ、あ、コメントで、そう、あ、そうかもしれない、ね、あ、そうだそうだそうだそうですよね、そうだ、そうなんだ、うん、でもそこで会うってすごいですね。それでそう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 、で会ってもね、声かけてくれない時もあるでしょうし、ね、そうで、なんか話し込もうかなと思ったら、あ、友達待ってんでじゃあみたいな、そうなんだ、そう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 、それは残念で、まあそれで一人で出てって、はい、でキリンジっていうラーメン屋におったんですよ、はいはい、評判の美味しいラーメン屋で、すごい美味しかったんだけど、やっぱ醤油系なんですか。そこはね、鶏だしで醤油と、はい、塩と、うん、あとつけ麺とあって、はい、俺つけ麺食べた、あ、つけ麺食べたんですか、うん、すごい美味しかった、昼から並んでたから、お腹空いてきたな、うん、すごい美味しかった、はい、でなんかでもちょっと思ったのは、うん、すごい美味しいんだけど、はい、ラーメンだと、はい、東京でもあるなと、あ、なるほど、東京であっても美味しいラーメン屋なのは間違いないんで、うんうん、だけど戸隠のそばはあそこにしかない、うん、そばと比べちゃうとやっぱり、そうそう、だから感動はね、あ、そうそう、だからラーメンって全国的にどこでも食べれるもので、うん、はいはいはい、そうかそうか、ラーメン通っているけど、うん、でも差はあるけど、うん、行ってもさ、うん、同じものじゃないですか、そうです ね好みもありますしね、そうそう、でもそばはなんか本当地域性出んだなと思って、戸隠の水じゃないか服でないとか、あ、そういうのがあるから、はい、ちょっとね、あのキリンさんめちゃくちゃ美味しかったんだけど、うん、なんかその美味しさからなんかはるか違う希少性みたいな、あそこまでいかに食べれないあの味っていうので、はいはいはい、恋焦がれるのは総書きそばだなっていうのが僕思ったんで、うん、なるほど、戸隠でだから日本酒飲んでそばとか食ったらすげえいいね、やばいですね、すごいいいね、うん、ね、戸隠行きたいわ、行きたいですね、一緒に熊探しに行こうか行きましょう、あしかさん熊のさ着ぐるみ着て行ったらいいじゃない帰りいなくなってる撃たれてるから、麻酔所で撃たれてるから連れ去られてるから、仲間と思われ、そしたら YouTube で足利さんが麻酔銃で撃たれた殉職しました殺さないでください戸隠熊の格好はされなんないな、うん、やばい、ちょうど熊ぐらいサイズあるしね、結構でかいですからね、そうじゃあそういうわけでですね、はい、で行ったらですね、うん、なんだっけ、南長野総合運動公園だっけ、まあ、そんな感じの公園があって、はい、そこの、はい、駅から言うと一番向こう側の端っこにスタジアム、はい、ユースタがあるんですよ、おで公園入って、はい、ユースタまで、はい、結構歩くんですよ、うんうん、と思ったら待機列がその公園の端っこにあって、はい、はーとか思ってここまで並んでんのかと、だってその間に野球場丸々1個あるんだよ、はいはい、野球場のレスかと、野球場だと思うんだけど、長野オリンピックの開会式やったとこがあって、その向こうだから、はい、だからスタジアム1個分以上の
列があるわけよ、はぁって思うじゃん、はいね、はい、しかもくねくねしてるし、うん、でもうこんな並ぶんかと思って、ユースタって並ばないのよ普通、うんうん、今まで今までの有酸常識は本当全く並ばずすぐ入れて、はい、スタグルも簡単に買えるっていう感じだったのね、うん、はい、でも並んどんなと思って列のすごい後ろまで行って、はい、行って一番後ろのとこで、うん、ヨーとか言われて、おそしたら鳩男ってやつが、この本の松本のとこにちょっと出てくるの、はい、鳩男ってやつが、はい、オールマガジンの飲み会も何度か来たことあって、あ、そうなんですか、うん、こっちで東京で行ったやつですか、そう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 、あ、その時は東京にいたけど今松本住んでんだけど、あ、その時は東京住んでらっしゃったと、うん、そうそうそう、なるほど、東京いた時の元気だからなんかめんどくせえんだろうなと、うん、というような感じはしますけどね、あ、なるほど、わ、うん、かりませんけど、うん、彼のことは、うん、でまあどこでなんかその列はですね、うん、中野パルセイロの列なんだけど、はいはいはい、はい、から山柄なんだよ、あれなんで、あのグッズをつけず、で要するにチケット取れなかったから、あ、そうなんだ、その隠れ切りしたんだよね、はいはい、アウェー席が取れなかったんですね、そうそうそう、そでグッズは身につけられないんですよ、うんうん、で隠れ切りしたが何人か入ってて、うん、まあ、ちょこちょこいた、ちょこちょこいた、いるでしょうね、っていうか、うん、あのその中野パルセイログッズしかつけれないバクスタに、うん、なぜか山がゆに来た人が一人座ってて、うん、あいつダメだろ、大丈夫でしたあいつダメだなと思ったけど、はい、僕が通報するのめんどくさいから別に、まあ、結局大丈夫だったんですか、多分いなくなった、ああ、ね、だから脱いでって言われたんじゃない、うんうんうん、それはそうよ、そうですよね、それはそう、うんうん、でいつもはっていうか藤田の時とか相模原の時とかは、うん、ゴールラと解放されてるのよ、うん、スタグルまで行けるように、はいはい、だけど今回封鎖されてたから、そうなっちゃいますよね、で密輸が行われるっていう密輸もう鹿島状態、鹿島状態、はい、ね、でなんか、まあ、それはさておき、うん、待機列すごい長くて、はい、その時はね何時だっけ4時ぐらい並んで7時結構3時間前並んだんだけど、だいたい2時間半前とかでしょ会場時間が、うん、ね、5時会場だったはず、2時間前か、5時だっけ3時だっけ、いや5時だな、うん、うん、会場だったんだけど、はい、なんか早まるとか言って話になってて、うん、ちょっと鳩男が、うん、これもうさばけないかもねと、うん、あ、それぐらいの印象だったんですね。そうそう、なんでかっていうと鳩男は、うん、四ノ井から山ヶ札幌と一緒に歩くっていうね、うん、最寄りから歩くっていうのをハッカさんも一緒にやってたんだって。ああ、なるほど。ハッカさんに鳩男と一緒にいますっていう LINE もらって、はい、その後すぐ鳩男と会ったから、はい、何やねんと思ったんだけどなんか底知れぬなんか、なんでいるのみたいな怒りがなんで怒るのなんでお前がいるんだみたいな、そうですね、そうそうそう、だからあっちにいると思ったから、うん、なんでここにいるんだと、で山形の待機列から、うん、延々とそのぐるーっと待機列をたどって一番もう公園の端っこまで来たから、うんうん、あ、これはもう試合キックオフ間に合わないかもって思ったんだって、あ、うん、でそしたら意外と列がちゃっちゃと進んで、うんうんうん、50分で入れたんですよ、へえ、さばけてます、さばけたのね、さばけた秘密は僕見たんだけど、うん、これはあんま言わないでおきます、うん、なるほど、そう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 、工夫がされてた、工夫がされてたし、もう備えてた、うん、すごく素晴らしいですね、でユースターも良くて、うん、ユースタとアルウィンの違いって分かりますか？ユースタ僕行ったことないんですよね、はいはいはい、でアルウィンも1回しか行ったことないので、あんまりパッとして出てこないですね、あれだっけ、アルウィンはあの山ヶ札幌金属バットで殴った人がいたとかいう時だっけ、はい、そうじゃないよなことはなかった、なかったなかった、まあそう福岡戦で行ったんですけど、ね、山のゴールラで指立てて写真撮って現状したやつそんな人 いるの？それ札幌ですそれ札幌です、でもね福岡のユニフォーム着て行ったら、うん、はいはい、山がのサポーターのおばちゃんから、うん、あら福岡から来たの遠いところ大変ねって、うん、あでも東京なんですよって言ったら、うん、あでも東京でも近いじゃないって言って、うん、飴食べるって言って飴ちゃんもらいました、あそういう感じだよね、うん、優しいと思って、そうそう、基本的に山賀サポの9割9分は全量だからね、うんうん、長野サポの9割5分は全量だから、はい、はい、まあ、その5分も淘汰されてるから、うん、もう全量なんです基本的に日本人は、うん、でワールドカップでさそういう感じだから、あワールドカップの場合はそんな感じです、ね、うん、ワールドカップでもお互い写真撮ろうぜって言って、嫌われてるのはアルゼンチンだけだから、国際交流ですね、そう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 、うん、
なるほど、すいません、ね、で違いですよね、ユースターとアルビンの違い、うん、結構ね、うん、センスターでキャパは、まあうん、アルビンのちょっとあるけど、うん、で屋根があるかどうかはあって、アルビンはメインだけだけど、ユースターは基本的にほぼほぼ、はい、屋根があるんですね、屋根がある、うん、とかはあるけどね、うんうん、まあ、結構似てるスペックなんですよ、はい、で決定的な違いが、なんだろう、あのユースターの方が動線がいいの、はい、アルビンは、はい、あの観客席に2万近く入るんだけど、うん、2万人をさばくための構造をしてないから、うん、すごい人が詰まる、渋滞するんだよね。あ、なるほど。コンコースがもう渋滞しちゃうし、はい、まあ、なんだろうな、スタグルーめちゃくちゃ混んでるし、うん、っていう風になって、それはでもできたのがもうすごい前だから、うん、その時にしては相当よくできてんだけど、うん、ユースターはそこを踏まえて作ってるから、うん、だからさばけたのかなと思って。なるほど、うん、アルビンのその状況も知ってるからっていうのもあるかもしれないですね、うん、だからゴールダンのさ、うん、前のコンコースとかさ、混むじゃないですか、うん、大体。でも外通路でそこ通り抜けられたりするんだよ、ね。あ、すごいですね。あんまないですよね。うん、そうそうそう、で。その外通路をスタグル屋さんとかが車で通って、うんうん、スタグルブースの後ろまで車でつけて搬入とかできるんだよね。へー、すごいよくできてて。はいはい。うん、あ、それはいいですね。そう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 。うん、だから、本当にユースターはね、うん、よくできてて、うん、でユースターの建設とかにいろいろ一緒に、ね、あの県とか、はい、あのクラブとかと一緒に考えたのが古川さんなんでね、うん、この本に書いてる、ね、書いてましたね、そう、うんうん、ぜひ読んでもらいたい、うん、一個だけね俺指摘して、ああそれ忘れてたってやつも実はあるんだけど、あら、そう、2階にトイレ作り忘れたっていうね。ああそうなんですか。そう、俺古川さんにこきら落として、2階のトイレなくないですかってさ、ないとか言って、確かにないとか、もうどうにもならんみたいな。あららら。そう。でもまあ、それは建築する都合でできなかったかもしれないけどね。うんうんうん、トイレ作ると水回りが必要だからさ、うん。そうですね。だから分かってて、建設の人はできないなってなったかもしれないけど、うんうん、まあ、それ以外はほぼ完璧なスタジアムって感じだね。素晴らしい。うん。で、アウェイの人は電光掲示板見れないんですよ。でも結構あるんですね。上にあるから、そう。そういう意味でよくできてて。でもアウェイの満足度も高くて、はい、音が反響するのね、屋根がいっぱいで、普段さ屋根ないとこでやってる人はさ、うん、反響しないからさ、うんうんうん、で、あの J3 のサポーターって、うん、本当アウェイだとさ20人ぐらいやったりするじゃん、うんうん、でも20人も大迫力になるからめっちゃ喜ぶね。屋根あるからですね、うん、そう、こけら落とし確か相模原戦だったと思うんだけど、うん、相模原サポーがすげえ喜んでた。あ、ね、相模原ほらゴールラ天空だから、そうです、芝生席で天空だから、そこさ、はい、天空だからとか自分で、まあパルセロの運営はすごい良かったねって言って、うん、で駅とのシャトルバスのね往復も懸念されてたんですよ、うん、ちゃんとできるかなって言って、うん、もう鬼のシャトルバスなんかすごかったらしいです ね、なんかツイッターで書いてる人いましたけど、で山岡サポも、うん、パルセロは普段客入ってないから、うん、こうダメに決まってんだろみたいに言ってたね最初、うん、もう気をつけた方がいいよと、うん、さばけないから、うん、その駅まで行けないかもよって言ったら、うん、もうそこに関しては僕も見た限り山笠ポもパルセロの運営に対してはもう称賛の嵐、うん、へえ、素晴らしいと、そう、よくやったと、そう、まあ、よくやったってか、うん、で鳩男ボランティアも詳しいから、うん、この人数でさばいたのかってびっくりしてた、ね、すごいな、58とかなんだけど、いや80人はいるだろうみたいな、わかんない、すごい専門的なツッコミなんだけど。で聞いたらね、パルセロサポに聞いたら、はい、やっぱ運営普段からすごいちゃんとしてんだって、はなんか横断幕出すとかさ、はいろいろ融通してもらうじゃないですか、うんうん、ね、こ何時に入りたいとかも全部柔軟に対応してくれて、うん、よく分かってる運営なんだって、うん、そういうのが出たんだろうね、うん、で多分ね、いろんなことを想定して備えて、うん、僕不愉快なこと一個もなかったし、素晴らしいですね、うん、そうなんだ、もう完璧だったね運営は。うん、なるほど。アルビンでやってもアルビンも相当慣れてるから、うん、J1 もやってできるんだけど、うんうんうん、どうやってもあの場内のスタグルは混むし、うん、あの要するに場内から外出ようと思うと渋滞してるとか、うんうん、トイレは混んでるとか、うんうん、それはもうどうしてもそうなるんだよね、うん、それはもう箱の、うん、箱がそれなってるから、はい、試合見る感覚としては僕ね、ちょっと実はなんだけどアルビンのが好きで、うん、あれ今回中山さんどこで見たんですか。今回はバクスタの真ん中、ど真ん中、うん、屋根ないところが好きなんだよね。うん、見るときはね、屋根があるので。そう。屋根ない方が。ない方がいいですよ、ね。僕は好きなんですよ。確かに。あの空見えるから。うんうんうん。だからそれは一番好きなのは西京極なんだけど。ああ。もう空しかないっていう。そう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 。そうそう、あれそこすごい好きなんだ。今基本的にはね、リーグ戦やらないでしょうからね。うん、うん、そう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 。うん、
でノエスタみたいに要塞化してくると僕はあんま好きじゃないんだ、うん、ああなんかわかる気がする、うんね、だからこれ個人の好みだけど、あそうそう、ね、日産はでもあんだけでかいとそれはそれで楽しいとこあるけどね、うん、迫力ありますよねあのでかさは、うん、そうそう、うん、三つ沢とかも好きだしね、三つ沢いいですね、ね、うん、丸亀とかもいいですよ。あ、行ったことないんですよ。丸亀はね、あの3000人とか2000人が見るにはでかすぎる陸上競技場で、結構見やすいんですか陸上競技場。まあよく言うと旧国立みたいな感じかな。平塚と比べてどうですか。平塚はね、うん、あのレモンガスは僕あのエキサイティングシートっていう、あそっかそこで見ちゃったからそこで見たら比べられないですね。なんとも言えない。なるほどなるほど、うん、そっかそっか。で、はい、でですね、丸亀だからうどんの話だって松本と長野です、はい、席座って、はい、でハッカさんとのんちゃんまだ会ったことなくて、要するに本の共著者なので会ったことなかったから、あそうなんだ、でこれ顔合わせしようって言って、知らなかった、外に呼び出したんです、はいはい、ですごい時だよなで、まずのんちゃんと合流して、はい、でのんちゃんといる時も鳩男といるからいろんな山笠っぽく話しかけてくるの、おおとか言ってなんか俺もチーズケーキもらった。へえ。山笠っぽチーズケーキとか、なんか、ライチョウの里とかくれんだよな、ね。配る用のやつ持ってんだよね。ああ、確かにね。さっき言いましたけど、僕もあんちゃんもらいました。そう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 。なるほど。この前の時なんか俺、食パンもらったから。あ、これ書いたわ、それ、食パン。あ、え、書きましたっけ、書く食パンっていうね。ああ。配った食パン。なんで食パンもらったかわかんないけど、食パンね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうそういう、のがあるんだけど、はい、でのんちゃん合流して、うん、のんちゃんもねもうオレンジで ね武装して、うんうんね、オレンジね、うん、女の子を着ると可愛い、ね、あそうでしょうね、うんうんうん、これはやっぱ華やかだね、すごいね、うん、オレンジは、うん、なんかだから長野パルセールはだから女性人気出ると思うんだよね、あ色でね、まあ、セレストとかもそうじゃん、うん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 、ね、セレジョとか生まれたのってピンクのユニだから絶対あると思う、あると思う、うん、青赤を好きな人は変わった人が多いね、うん、なんかあの色に惚れるっていうのがなんかやっぱちょっと変わった人多いよね、うん、そうか、癖の強い人が多い、うん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 、確かにな、うん、ね、まあ、さておき、うん、で、のんちゃんを連れてハッカさんを探しに行ったんだけど、うん、まあ、途中でのんちゃんの知り合いのね、上田の議員さんとかね、なんかすごい若い女性なんだけど上田市の議員ですと、ね、本憲法しますとか話したりとかね、なんかのんちゃんと知り合いらしいんだけど、じゃのんちゃんがそこであのはぐれてしまって、そこから離れらんなくなって、で僕一人でハッカさんを探しに行ったんだけど、はいはい、外のスタグル広場が面白くて、うん、長野側の入り口のところは、うん、オレンジユニばっかりなの、はいはい、でちょっと緑が混ざってんだけど、うん、あの山のアウェー側の入り口に向かっていくにつれて緑の比率がだんだん高まっていって、うん、真ん中で半々ぐらいになって、はいはい、あっちに近づくと、はい、もう山の色ばっかりで、たまにポツンポツンとなんかあのパルセルのが混ざるみたいな、ね、なるほど、スタグルのところは別に両方のチームのサポーターは、ね、あ、そうそう、外だからね、なるほど、そうそうそう、うん、あでも面白いですね、ちゃんとそのそうゴール裏のそのコントラストになってて、うんうん、なるほど、ね、その緑の群れからハッカーさん探さなきゃいけなかった探せたんですか、そうジェラートの隣にいますって言われてあ、なるほど、ジェラートどこだと思って一番端っこだったんだけど、はい、無事見つけてハッカーさんを回収して、回収してのんちゃんとこ行って、はい、でその後、うん、まあ広いとこで、うん、エンジン音とかしないとこでラジオを撮ろうって言って、はい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 、ラジオを撮ったんですよ、お必殺のそうあので野外収録、そしたらそれは結構カオスでカオスでちょっと途中からいろんな人が現れてカオスになったってやつ今からちょっと聞いてもらおうかな、あマジか、はい、楽しみですね、はい、はい、聞きましょう、どうぞ、今私は長野南長野のユースタジアムに来てのんちゃんとハッカさんを捕まえてビールを持たせております、というわけで乾杯、乾杯、初対面で、はい、いただきます、いただきます、あじゃあ、 あの初対面の挨拶をしてもらっていいですか、はじめましてって感じはじめましてはじめまして、ハッカと申します、松本山田サポーターしております今日は絶対負けませんね
もう試合前だから笑ってられるけど、はいはい、試合後はもう多分合わせない方がいいと思った。いや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 、このタイミングで。わかんない、差し違えるかもしれない、ね、うん、いや、本当こんな人がいるユースター初めて見たね。いや本当にそうですね、うん、こんなに多いの初めてです、ね、でさ、今こっち側、今いるのは長野側だからオレンジ多いんだけど、はいはい、あっちも緑で埋まってるからさ、なんかでもね、一人だけね、緑の列に並んでるあのオレンジがいて超目立ちます、ね、そう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 、超目立ちます。向こうはもうあの山鹿のホームですよ。あ、どうもどうも。あ、もう今日はすっかり武装してるんですね。そうそうそう、あの潜入して。本当はどこサボですか？清水サボ。同じ色じゃないですか、うん、同じ色じゃないですか。京都から来ました。あ、そう、京都なんでしたっけ。情報量がちょっと多い。あの本の中にも、はい、あのちょっと出てきます。え、そうなんです、そうなんですよ。どの章で、僕の書いた長野の章。あ、じゃあ私読んでる、はい、そう、そうなん、ちょっとね、ちょっとね、こういう人に会いましたよってぐらいの。ちなみにこれラジオを撮ってるんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですよ、はい、突然現れた。ちょっと自己紹介だけしてもらっていいですか。森蔵です、よろしくお願いします。森蔵さんです、はい。さっきね、森蔵さんからメールがあって、仲間さん、大きく来てカメラ持ってますかって言われて、僕じゃないですね。いや、すごい似てる人がいたんですよ。あの前会った人と一緒にいて、はい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 、どうなんだろうねとか。じゃあ今日ダービーですけど、まだのんちゃんに自己紹介してないです。あ、そっか、のんちゃん、はい、のんちゃん、そう、森蔵さんが現れたから。ダービーだ。いや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 、全然いい、全然いいです。もうむしろ現れてほしいです。じゃあのんちゃん、自己紹介を。長野サポーターののんちゃんです、うん、昨日一昨日、うん、夜行バスで横浜からこっちに来ました。あ、素晴らしい。じゃあ長野にいつもいるのハッカさんだけだ、はい、長野県にね。いや、長野県に、うん、もうすいません、なんだか、はい、いや、ふわふわしてますね。いや、本当に今日私全工事にお参りして、うん、はいはいはい、長野市から篠ノ井まで電車で来たんです、うん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 、乗り合わせたボックスシートのお二人がパルセイロサポさん、あら、ま、その2人も東京から来たって言ってました。殺し合いとかならなかったですか？ならなかった。よかった。今日はよろしくお願いします。あ、あの山笠ポ怖いから話しかけてくれる人あんまりいないので、はい、言われました。でもちょっと分かりますよ。怖くないです。ネットで人にクソリプ送るやつは取り締まってください。やっぱり怖い人が目立つだけで、あの、うん、全力な、はい、はい、あのクソリプを取り締まれば怖いイメージなくなると思う。でもね、これさ、今僕ら楽しいじゃん、はい、ね、ダービーで仲間でね、はい、なぜか清水サポの森蔵さんまで来て、ね、今日は違う、今日は長野サポで小サポですもんね。小サポ、じゃあ応援してる選手誰ですか？水谷選手です。ああ、そういうことなんですよ。いいですね。清水ユースでしたっけ？そうです、ユース、うん、そういう縁でね、はい。で、ね、なんか僕ワールドカップで行った時に、ワールドカップってみんなバチバチで喧嘩してんのかと思ったら、試合前すごい仲良しなのね。で、うわ、古川さんまで来た。おお、もっと交流だな。古川さんがたまたま現れました。ちょっと一言言ってもらって、ラジオ撮ってる。一般人なんです。いやいやいや。いや、なんだこれは、すごいな。すごい。あのスピーカー止めてくれねえか、誰か。いやね、それでワールドカップでライバル同士があっても仲良く挨拶して、もうこんなね確率で出会えるなんて幸福はないよって言って、試合前は仲良しにするっていうのがあるやつで、まあ、終わった後はすごいディスられたりするんで、さっさと帰った方がいいんですけど。じゃあ、あのせっかくなんで、はい、あのハッカさん、あの元コールリーダーの古川さんに向かって長野をディスってもらっていいですか？私だけ超悪いですけど、いいですよ、任せてください。いやいや、そんなことはあれですけどね。古川さん、こういう穏やかな感じのね、はい、人で、はい、あのハッカさんはおやきの記事書いてて、はい、のんちゃんはあのなんだ、長野市の紹介を、はい、僕の記事があって、古川さんの記事があって、のんちゃんの記事なんですよ。はい、はい、の構造が報道の時間、時刻表とか調べるのめんどくさいって言ってる。あ、そうです、それ言って、あのツイッターで勝負、勝負にすればいい。じゃあ、というわけで皆さんダービー頑張りましょう。はい。いやー、めっちゃ楽しいですね。盛り上がって、うん、楽しそう。もう俺もう分かんなくなっちゃったもう森蔵さん来たところで結構、いや、すごいですね、分かんないのに
古川さんまで来ちゃって。しかも、これ撮り終わって、ピッて押した瞬間、朝倉さんが現れて。そしたら、ゆうさんまで来て。そんな目立つ場所でやってたんですか？でもちょ収録で声でかかったのはあるかもしれないけど。何やってんだろうみたいな。あ、まあそうそうそう。うん、あの、道とか通りやすい場所のちょっと引いたとこだったから。うん、とはいえね。そう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 。その時間に、そのスタグル求めに来てなかったら会ってないですもんね。うん、これ古川さんが来たっていうのがね、うん、たまらなく面白いんだよ。いや、びっくりしました、ね。そうそうそう。ありえないですよ。ゾッとするでしょ。ゾッとする。で俺もね、ハッカさんにすらせようと思ったんだけど。ね。すごいな。いや、著者のみんながそこに集まるってね。そう。ね。いやーすごいな。これ面白いよね。うん、あそこにいた人全員集合したって感じだよね。ね。で、ハト男も最初いたわけだから。出てくる人いろいろね。そっかそっかそっか。その前はカムイさんもあったし、はい、カムイさんもちょっとだけ一行が出てくるんだけど。うんうん、うん、へえ。ね。すごいな。そうなんですよ。ね、でもやっぱ聞いてて思ったんですけど、うんうん、このオールマガジンである、うん、あるし、僕らの仲間だからこそ、うんうんうん、このダービー前にお互いのサポーターなのに会えるんだと思うんですね、うんうんうん、僕やっぱり北九州とか、うん、鳥栖のサポーターと試合前に会わないし会いたいと思わないですもん。でも仲間だったら、うんうんうん、会わないって言われたら、あ、じゃあ会おうかってなるんですけど、うん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 、だからやっぱすごいことやってんだな、中村さん。オールマガジンね。オールマガジンって。で僕は、何がやりたいかっていうと、うんうん、サッカーを見てるじゃないですか、僕ら。はいはい、サッカー見て人生の大事な時間をサッカーを使ってる人たちなんですよ、うんうん。そのサッカーを見てるみんなを幸福にしたいんだよ。ね。その平たく言えば仲間ですからね。そう、うん。仲間がいるってこと以上の幸福はないから。うんうんうん、だから、持ってて幸福なものっていうのは、うんまあ、最低限のお金、はい、健康、うん、仲間、この3つなんですよ。うんなるほど。それ以外のものはそんなに人を幸福にしてくれないんだよね。うん、そっか。そう。うん、ね、思い当たんないでしょ。うん、確かに。仲間がいてさ、美味しいものを食べてさ、うん、ね、ね、うん、そんで翌朝気持ちよく切れたらこれ以上のことはないんです。そうですね。で、サッカー見てる人たちをこうやってどんどん幸福にしたいから、うん、僕はこのサポーターを肯定するっていうのが僕のメインテーマなのね。うんうん、サポーターってすごい非難されてたから昔。ね。浦和レッズのサポーターがまた暴れたとか言ってさ、うんうんまあ、まだ暴れてるからちょっとなんか忖度なんとかとか言ってたけどなんかあれだけど、うん、でも昔ほど嫌われてないんです。そうですね。で僕はすごい肯定してサッカー見て暮らす人生っていいなっていうのを僕は言ってる人なんですよ、うんうんうん、ね、なんかそれを体現されてきたね、なんか ね、 ね、 そうですね、この信州ダービーの舞台でね。うん、すごいなね。うん、いや、で古川さんってさ、うん、もう引退してるから誰かと会ったりとか、はい、一般人って言ってましたね。一般人ですから。そう、すごい気持ちわかります、うん、古川さんちょっと足利さんみたいな性格してるんだよね。ちょっと真面目な。そっかそっか。僕もね、実直で野球の応援でやってたから。あ、そうそう。あ、もう一般ですから、ね、うん、よく言ってたから、うんうんうん、でも、はい、すごいよ始まると、うん、でしょうね、うん、だってコールリーダーだった人だもん。もうカリスマだよ、うん、反対側から見てもそのカリスマがわかるっていう。そうなんだ、すげえな。とりあえずだっちゃった。もうすごいすごいよ。へえ。うん、で古川さんに対して、はい、松本山上にもカリスマがいて、うん、陽平君っていう人がいて、うんうん、あのその後ユウさんが来て、うん、ユウさんあの緑色を見るとなんか逃げ出す人なんだけどでハッカさん緑着てたから、はい、その半分引き流れてたからちょっとまたねってあ、そういうことか、そうか、そうか、そのまた後で、ね、話そうっつって、はいはい、でユウさんはちょっとリリースしたんだけど、うん、なんていうかな、ユウさんはそのコアの長野サポで松本山川も嫌いと、うんまあ、そんな変なこと言わないけど、うん、嫌いっていうぐらいの人なんですよ、うんうん、いいと思います。そう、うん、それは別にいいじゃないですか、うん、ね、その悪いことはしないから別にね、うんうん、負けたくないよっていうね、うんうん、なんだけど松本山川の中で、はい、ウルトラス松本っていうものを批判する人も昔はいっぱいいたんだって、はい、コールリーダーが良くないよとかさ、うん、こうやって応援した方がいいよって言って、うんうんうん、人もいたんだよって話した時に、うん、いやそれはおかしいよって、うん、陽平くんっていうね、あのコールリーダーの若い子は本当すごかったし、うん、それを悪く言うなんて絶対おかしいっていう風に、うん、そのアンチ山川の最先端の人が言うぐらい、うん、パルセルの人も陽平くん認めてて、へ、山川の人も古川さんも認めてて、すごい素晴らしい。でお互い会って話すとかすると会話が全く弾まないって、うん
からのんちゃんとハッカさんもふわふわしてるなんか、うんうんうん、どうやって仲良くしようみたいなさ、うん、まあそうなっちゃうと思う。そうそうそう、試合前だしな。そう、うん、それが同じ本載ってるってこの面白さはね、すごいと思う。もう最高だよこれ、本当にすごいと思う。もうこのお互いのリスペクトを僕は見てほしいですね、うん、ね、嫌いでもいいんですよ、でもリスペクトしてほしいなっていうところはありますよね、うんうん、だって相手がいるからダービーがあるわけだから。そうね、このお互いをすごく恐れているからこそ、うん、そう負けたくないってなる。そうですね、その一つの象徴がコールリーダーだったんだけど、コールリーダーは地域の人をまとめてるだけだから、地域のサポーターはね、うんうんうん、やっぱその地域の力だよね、うん、そっかそっか。それでそこのね、うん、あの役割をやらせてもらってるっていう感じですもんね、うんうん、じゃあ最後に古川さんの一言を引用しましょうか、はいはい、ああいう風になりたいけどああはなりたくない、うー、しびれるな。そしてあいつらには絶対負けたくない。いや、しびれる、もう鳥肌立つね、うん、というわけでね、はい、信州ダービー後編あるな、これ絶対ありますね試合編はちょっとまた、はい、改めてやりましょう。やりましょう。でですね、信州本、はい、これめちゃくちゃ面白いんで、はい、あの他の本も面白い、埼玉も面白い、面白いだけどダービーについて、うん、あの何だろうね、正面から両方の視点を入れながら取り上げた本としては、うん、埼玉で僕は格は高いと思いますね、うん、そっか、埼玉もね、埼玉やってんだけど、ね、やってんだけど、うん、ダービーと遠いとこでやってるけど、そっかそっか、これはもうもっとダービーが、うん、あの違う、テイストが違う。そうですね、うん、あっち大宮と浦と違うから、うんうん、確かに、もうその違いは楽しんだらいいんだけど、うん、信州ダービーっていうその一番注目されるダービーを正面から取り上げ、うんうん、正面からじゃないな、うん、まあ一番楽しめるようになる本かな、うん、身近でかな、うん、あの試合すごかったなって人はやっぱ読んでほしいし、そうですね、ぜひぜひ本当に、うん、手に取って、相手を知らない人、うん、山ヶ里で長野バカにしてる人とかは、うんうん、読まなくていいけど、うんうん、あの読んだら価値観変わるよね。そうですね、うん、できたら読んでほしい。逆に長野里で山ヶね、うんうん、なんかうるせえなと、うんうん、あいつら本当うるせえなと思ってる人も、うん、なぜうるさいかが書いてある知りたくねえよと思うかもしれないけどもその両方知って、ね、知ってもらいたいですね、うんうん、お互いいいとこを生かしながら、うん、ダービーを作っていけば、はい、僕の理想に手が届く。素晴らしい。僕の前書き知ってますか？読みましたよ。世界へ羽ばたけ信州のサッカーです、はい、このこんな国内で注目されただけじゃなくて、うん、世界中の人が信州ダービーを見るとね、それが僕の望みだし、うんうんうん、僕8年前からずっと言ってるからそれね、うん、バルサとレアルだと思ったからね本当に。ああ、どっちバルサだと思う？どっちがバルサ、どっちがレアルでしょう？でもやっぱり山鹿なのかな。山鹿バルサだよね、うん、それで言うとね、うん、カタルーナで主流がスペインのマドリッドだから、うん、レアルだよね、うん、ね、うん、というわけで、はい、皆さんチャンネル登録といいねとついでに本のあの西葛西オンラインショップでストアでポチをしてくれると一番嬉しいですね。はい、はい、ポチをしてくれると届きますので、届きます。はい、不思議なんですよ、ポチってすると本が届くんですよ、はい、そうなんですよ、不思議なシステムになってますんで、ね、じゃあぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。